はい、皆さんこんにちは。ノマドフィルムのりょうです。本日は DJI ポケット2という最強の Vlog カメラをご紹介したいと思います。はい、本日ご紹介する DJI ポケット2なんですけれども、実は去年の10月にもうすでに発売されているカメラになります。今回なんで、今更このカメラを紹介するかというと、先日サンセットホワイトという新しい新色が出ました。なので今回ちょっとご紹介させていただきます。で、この DJI ポケット2っていうのが、手軽にこう Vlog を撮るっていう上だと多分最強のカメラになるんじゃないかなと思います。なので今回それのまあ詳細だったり、なんですこれが Vlog に向いているかというところをご紹介できればと思います。まず DJI っていうのが、そもそも何なのかっていうと、中国の、カメラ機器、カメラ関連機器のメーカーになります。で、主には、ジンバル、カメラをこうスムーズに動かせるようなジンバルだったり、ドローンとかを、販売されているメーカーですね。結構聞いたこともある方も多いんじゃないかなと思います。で、その DJI から出てる DJI ポケット2っていうのが、もう名前の通り本当にポケットサイズのカメラになります。実は私この DJI ポケット2の1個前のモデルになる DJI のオズモポケットというカメラを持ってます。で、これほぼ同じサイズのものになるんですけれども、本当にこのかなり小さいカメラ、ポケットサイズのカメラになります。で、これ実は僕一番最初に買ったカメラなんですよね。自分でもともとデジカメ、コンデジでこう旅行とかのVlog というか、まあ、旅行の映像みたいなのを撮ってちょっと編集したりとかを趣味でやっていたんですけれども、その際に使ってたコンデジですね。コンデジを使って撮影してたんですけども、やっぱり手ぶれがひどくって、もう編集してる時ももう手ぶれがガタガタで、ああもうこれ使えないなっていうクリップがすごい多かったんですよね。で、こう手ぶれ防止みたいな感じで検索してたところ、ちょうどまさにこれが発売されたタイミングで、ジンバルっていうものがあるんだ、しかもポケットサイズかっていうので即買った、商品になります。で、今回は、まあ、僕もこのカメラ使っていたので、どういう風に、Vlog に向いているかっていうところと、新しくなった DJI ポケット2のところがどれぐらい進化しているかっていうところをご紹介させていただきます。まずは、スペックの簡単な比較ですね、こちらに出しておくんですけれども、まあ、ざっくり言うと、画角が、進化しております。もともとこっちの DJI ポケット、オズモポケットの方だと、画角が80度、35mm 換算だと 26mm だったものが、93度まで広がりました。35mm 換算で 20mm ですね。かなり、画角が広くなっているので、これ自撮り用にもすごい便利に、新しいモデルはなっております。で、F 値も 2.0 から 1.8 まで下がっているので、より明るく撮れるようになりました。で、センサーサイズですね。ここもかなり大きく変わっていて、2.3 分の1から 1.7 分の1までサイズが、センサーサイズが大きくなりました。なので、かなり、暗いところでも、撮れるようになっているんじゃないかなと思います。あとマイクですね。マイクがもともと2個だったものが4個ついているので、かなり集音性も改善されております。他にもズーム機能が、こっちにはついていないんですけれども、新しいモデルには、写真だと8倍ズーム、動画だと4倍ズームまでできるようになっておりますので、かなり Vlog 撮ってる途中でズームインとかすることもできるようになりました。重量に関してはこの古いモデルが 116g で、新しいものが 117g なので、かなり新しい機能がいろいろ追加されてはいるものの、サイズだったり、重さのところはほとんど変わらないという形になります。他にもワイヤレスマイクを、取り付けることができたり、三脚を取り付けるネジ穴が付いてたりするので、拡張性に関してもかなり改善されている形になります。価格の部分に関しては、古いモデルが 45,650円なのに対して、新しいモデルは 49,500円なので、4000円の差分でかなり改善されたものを手に入れることができます。で、こういった Vlog 用のカメラに関しては、他にも GoPro が挙げられるかと思いますので、そことのちょっと比較をさせていただくと、まず DJI ポケットの特徴としては、アクティブトラックというもの機能がついておりまして、こう人物を選んで、こう設定すると、その人をずっとフォローし続けるというような
機能がついております。これはドローンとかでも同じようにできるかなり便利な機能になっているので、その人物とかを撮影する上ではかなり便利になるかと思います。で、 GoPro の方は防水だったり、防塵機能がついているので、かなりアウトドアな活動だったりを撮影するときには便利になるかと思います。で、手ブレ補正に関しては DJI ポケット2のところはジンバルがついております。GoPro の方は電子手ブレ補正になっているので、夜間の手ブレ補正とかだと DJI ポケット2とかの方が、優秀な、手ブレ補正がついているという形になります。で、色補正の部分ですね、 DJI ポケット2のところは D シネライクというちょっと色味が薄く撮影できる機能がついております。 GoPro に関してはフラットという機能がついているんですけれども、どちらかというとこう色味をいじったりする人に関しては、DJI ポケット2の D シネライクを使った方がより色味に関してはいじりやすいです。そういった感じなので、街中とかでの日常的な Vlog、 その街中をこう歩くような Vlog だったり、その旅行の Vlog とかに関しては DJI ポケット2の方が使いやすくって、で、アウトドアでハードに使う方に関しては GoPro がいいかと思います。では実際 DJI ポケット2が、どういった方に向いているかというと、軽い機材、かなり手軽にこう Vlog を街中とかで撮りたい、旅行とかで Vlog を撮りたいという方にはかなりおすすめになっております。もう本当に出してこうポケットに入れられるサイズ感、かつ1秒ぐらいで起動ができるので、ポケットから出してすぐ撮影ができるというような形ですね。感覚としては結構スマホの延長で Vlog だったりを撮りたいっていうイメージが近いのかなと思いました。他にも結構ちょっとしたシネマティックな映像を撮りたいっていう方に関しても結構おすすめなものになります。先ほど話してたD シネライクという色味の補正ですね、ちょっと色を薄く撮影することで後から色を乗っけるみたいな作業ができるので、こう自分で綺麗な色味とかを作りたいっていう方だったりにはおすすめです。他にもちょっとしたこうタイムラプスの映像だったり、こうちょっとシネマティックなスローモーションみたいなところを撮影するのにも向いてるカメラになります。はい、なのでちょっと結構ご説明させていただいたんですけど、かなりこう Vlog、 街中で撮ったりするような Vlog だと、最強なんじゃないかなっていうふうに思っております。ただ私のこの今までの動画での説明であまりこいつが登場していないっていうのは、使ってない点、なぜ使ってないかっていうところに関しても一部理由があります。このちっちゃいカメラ、ちっちゃいがゆえにこうボケ感とかを出すのは難しいんですよね。なので、綺麗な映像を撮りたいっていう時はやっぱりちゃんとしたミラーレスを使って撮影をしております。はい、で、僕の場合だとちょっとズボラなので、こうカメラを切り替えて撮影するみたいなところはあんまり得意じゃないので、もう Vlog だったりこうシネマティックな映像、綺麗な映像も全部一眼のカメラで、ちょっと重いんですけど撮影はしております。で、改善はされたんですけど、 DJI ポケット2だとできるんですけど、この初代の Osmo ポケットだと、拡張性がなくって、例えばどっかに固定するときなんですけど、なんかこういうここに巻きつけるバンドみたいなのをつけてどっかに固定するみたいな形が必要になります。なので今回新しく出てる DJI ポケット2はネジ穴がついてるので、三脚だったりこうまあゴリラポットでどこかにくくりつけたりみたいなことがすぐできるので、かなりそこは便利かなと思います。で、もう一点このカメラを使ってない理由としては、ちょっと画角が狭かったんですよね。自撮りをするときに、この今旧式のカメラだと、換算 26mm の画角なんですけど、こうやって自分で撮っててもかなり自分の顔が画面の大半を占めてしまうような感じだったので、今この新しい、DJI ポケット2だと、20mm の画角でかなり広く撮れるので、自撮りとかもうまくできるんじゃないかなと思います。もともとこっちのカメラだとワイドコンバーターといって、ここにレンズのところに、拡張レンズみたいなのをマグネットでこうくっつけて使うようにしてたんですけど、あのレンズっていうのがこうポロって簡単に撮れちゃうので、こう毎回こうつけるときにこうあたふたしちゃうっていうのがめんどくさくて結局使ってなかったです。ただ、タイムラプスとかはかなり優秀に撮れるので、シネマティックな映像とかをこうカメラ一眼のミラーレスで撮ってる間、これを置いておくみたいなことはよく使っておりました。あとマニュアル設定ですね。結構そのマニュアル設定をいじるときに、このカメラ単体だと
かなり操作が細かくなってしまうので、使いづらかったっていうのと、ただあのカメラをこうスマホにつなげることができるので、そのスマホにつなげてマニュアル設定をしながら撮影っていうのは行っておりました。はい、以上がこう僕がこのオズモポケットを使ってなかった理由になるんですけれども、今この DJI ポケット2に新しくなってからはかなりその僕が使ってない理由のところが改善されているので、今から Vlog を始めたいという方だったり、ちょっとこう旅行とかで思い出を残したいっていう方に関してはかなりおすすめできる、カメラになるんじゃないかなと思います。今はもうカメラの技術がかなり進化してきていて、こういったちっちゃいカメラであってもすごいいろんな機能がついてたり、スローモーションとか、タイムラプスとかですねがついているので、すごいあの誰でも手軽に映像が撮れる時代になっているかと思います。これを機にぜひ皆さんも Vlog とか始めてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。他にも、コメントとかもどしどし、書いてください。何か至らない点があった場合でもコメントいただければ次の動画の参考とさせていただきますので、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最近はもう本当に全然この、オズモポケットを使っていなくてですねただ一番最初にこうカメラにのめり込むきっかけっていうのをくれたのはこのカメラだったのかななんても思ったりしていて、こう感慨深いですね。これでまたシネマティックとか撮ってほしいよっていう方いたらぜひコメントしてみてください。それではまた。